愛知県道511号、竹豊洋夫自転車道線は、愛知県北郡竹豊町と大府市を結ぶ、一般県道であり、下半島サイクリングロードの愛称で呼ばれる自転車、歩行者専用道路である。計画当初は2005年に全線、開通予定であったが、2013年1月現在も、大半が未開通であり、多くの県民から、早急な建設が求められている。支点。 竹豊町あざ島田から自転車道を望む。画面左隣を並走するのは、南千田道路半田市稲荷町近辺。画面右隣を並走するのは、南千田道路、阿久井町職大近辺。のどかな田園風景が広がる。千田半島サイクリングロードは、交通安全を確保し、合わせて、心身の健全な発展に資することを目的とし、 サイクリングが安全かつ快適に楽しめる道として計画され、また、北半島の豊かな自然、歴史、文化をつなぐ人間交流の道としての役割を期待されて整備が進められている。現在開通している区間の大部分は、竹と予町及び半田市の区間であり、阿久食町から終点の大伏市までは大半が未完了となっている。 千田半島サイクリングロードの一部として整備された東海市下木屋町の大堀緑道。地下を愛知用水の幹線水路が通る。終点、大市半月町。プレス場の事業区間としては吉田町が終点とされる。ありがとうございます。